不定詞16 B プラス練習会ですはいということでね役を工夫する今回のパターンですがまずは TK’s ポイントおさらい !B 動詞 To 動詞不定詞は塊で意味を足すんだけれども主語プラス B 動詞の後ろにこの To 動詞を置いた場合は主語はほにゃららすることになっているこれを中心にね前後を見てちょっと工夫した役を作ってください。はいポイントトこれれだけでしたそれじゃあ問題スタート はいそれでは練習です問題はこちらドン次の英文を日本語に訳しなさい一番二番ですはいではまず一番 If you are to pass the exam You have to study harder ですはいということでね後半の You have to study harder もっと一生懸命勉強する have to 必要があるここはまあ問題ないよねで今回のポイントであるところの b の後ろに to 不定詞そうです If you are to pass ここがポイントだよねそうするとさ基本は予定だって言ったんだけど今回はね黄色で書こうかなつもりね、ほにゃららするつもりで訳すといいです B 動詞の後ろに to 不定詞が置かれた場合ね一つだけ覚えるって言ったらね、えー、予定で覚えてもらったんですけれども文脈に合わせてちょっと柔らかくね、あなたが 合格する予定ならばっていうとなんかちょっと硬いんであなたがさ合格するつもりがあるんだったらもっと頑張りなよっていう形ね今回はそのようにしてみました。はい訳を書くともしあなたがその試験にパス これね、受かるでもねパスするでもいいんですけれどもまあ合格するとしておきましょうかね。合格する、はいた、つもりはい、ならばということです。はい、まず前半だけ書いてみましたどうですかだから予定でもいいんですよ予定でもいいんです参考書やね辞書によってはねいろいろここの訳がね分類されてたりもするんですけれども一つこれからのことって覚えておいて文脈で訳し分けるといいと思います。 はいじゃあ後半ねあなたはハードだからもっと一生懸命に勉強する必要があるはいこうなりますちょっと長かったねごめんなさいねはい もしあなたがその試験に合格するつもりならばあなたはもっと一生懸命に勉強する必要があるとなります。はい1番大丈夫かなでは2番です。単語としてはね問題ないよね。あら受け身になってる。そうだね。見られるっていう受け身になってます。で今回のポイントとしてはね この「ノーバディ」っていう否定語が主語に来てね受け身の形の不定詞が来る場合にはねこことここを合わせてね「ほにゃららできない」っていうふうに訳すことがほとんどなの。でこれで時性を足して書こうっていうことで「誰も見られることができなかった」こんな感じ先に訳書いちゃうね。 その部屋にはで誰も見られなかっただと変だからその部屋にはね誰もも、ね、見えなかった。<laughs> はい、で誰も見えなかっただとなんか怖いみたいな感じですから誰の姿も見えなかったなんていうふうにね足してもいいでしょう。姿も見えなかったあれもうみんな帰っちゃったのかな っていう感じです先生こういうなんとかの姿とか足した方があもちろん足した方がいいんだけれどもねこういうのはほら「威訳だ」とか言ったりさちょっと役がいろいろね自由になっちゃってるなんていう人もいるのでいわゆる「直訳」に近づけるとその部屋には誰も見えなかったという感じ。はいいそうすると1番と番番見てください、ねえー、予定が基本的な B 動詞プラスという不定詞のパターンなんだけど上は文脈的に合格するぞっていうことでするつもり。 下はねその部屋には誰も見られる予定はなかっただとちょっとわけわかんないから誰の姿も見えなかったということでね訳してみましたはい、B 動詞の後ろに to 不定詞が来たとき基本形を意識しながら文脈できちんと使い分けれるようになるとバッチリですねポイントつめたねそれでは入試レベルにチャーラエンジこちら、どん 入試レベルにチャレンジ。次の日本文に合うように、カッコ内の英語を並び替えなさい。並び替えです。ヒントがあります。その会議はあさって、東京で開かれる予定です。で、まあね、あの、皆さんからすると、ほとんどもう知らない単語ないんだけど、あさって。the day。after tomorrow。これぐらいかね。知らない単語といえば。ね、あさって。目立つように黄色にしといて。 The day after tomorrow day これですで、えー、東京でが in Tokyo 開かれる主語が会議なので会議は開かれる方なので「BeHeld」でせっかく「To」があるからあそっか「To BeHeld」で予定ねなるほどとこういうことはいじゃあ並べちゃってからお話し,しようか「The Meeting is」 to be held in Tokyo. で、ちょっと段を下げていいかしら。はい。The day after tomorrow。はい、こうなります。The meeting needs to be held in Tokyo the day after tomorrow。で、この in Tokyo っていう時間、場所を表す表現と、 時間を表す the day after tomorrow は入れ替わっても構わないです。時とね、えー、場所に関しては前後しても全然いいです。ただ、まあまあまあ会議場なんていうことでね。この主語の会議は場所と相性が良さそうだったので、たまたま置いただけ。もちろんこの順番入れ替えてもいいです。で、今回はここの部分ね。to be held のところを予定で取ってみたということね。最初の話に戻って綺麗に締めてみたわけ。 いいね B 動詞の後ろに「という動詞」を使った場合は文脈で合わせて「予定」からいろいろ展開する訳の工夫が今回の「ポイントででしたできたきかな、はい、今回の B+」という動詞なんですけれども極めれば「はいこれは予定義務だと」とバチ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 ,バチっとこうね使い方を抑えていくなんてあるんですけれども今回のね授業全体のね目的は「 英語の苦手なところを取り除こうというところですのでまずは予定ねこの予定の意味をパチッと押さえてあとは文脈で工夫していくそれだけで大丈夫ですさあもうこの分野得意技になっちゃったね